テーブルの穴にに合わせて地面に杭をを打ち込み砲を固定する M102 榴弾砲は第二次世界大戦及び朝鮮戦争において広く使用されていた M101 榴弾砲の後継として開発され1964年にアメリカ陸軍に正式採用された M102 榴弾砲の方砲はアルミニウム合金製であり砲全体の重量は 1> 約1.3トン程度に抑えられている。これは、前任の M101 流弾砲や、後任の M119 流弾砲よりも1トン近く、軽量であり、同時期にイギリス及び、イギリス連邦各国が採用した、イタリア、オートメラーラ製の M56 パックハウザーにも、匹敵する。ただし、M56 は、 もともとイタリア陸軍の山岳部隊、アルピーに向けに設計されているため、分解した上での打載や車両、ヘリコプターへの搭載も可能である。ベトナム戦争中、川に設置された砲台に配備された M102、榴弾砲。砲学を端部の車輪の形状がよく確認できる M102 榴弾砲は、砲撃体制に入る際に、まず車輪を持ち上げて、 砲画下部のターンテーブルを設置させる。その後、ターンテーブルの穴に合わせて地面に専用の杭を打ち込むことによって、砲を固定する。一般的な過砲では、砲撃時の反動による砲の後退を抑える、中隙が装着されている砲画の足の先端部には、横向きにギア型の補助輪が取り付けられている。これは、砲画左側の水平射撃角調整ハンドルの、 回転に連動して転がることにより、360度、全周囲への水平射撃を容易なものとしている。ベトナム戦争時には、ヘリコプターによる、前線付近への展開が容易な点を活かして、ベトコンや、北ベトナム軍と交戦するアメリカ軍、ヘリボーン部隊にとって、貴重な火力支援を提供した。また、陸上の移動においても、M35 トラックや M561 イガマ号等、 はじめとするニトン級トラックやハンビーなどの軽多目的車両をよる牽引が容易であった。さらにパラシュートを利用した輸送機からの空中投下も容易なものであったため空艇部隊や軽風評部隊においても広く重宝された。このためベトナム戦争後もグレナダ進行やパナマ進行、湾岸戦争で実戦投入された。しかし射程は 標準榴弾で 11km 程度と M101 流弾砲からほとんど進歩していなかったため1987年からはイギリス製 L118105mm 榴弾砲をライセンス生産した M119 榴弾砲への更新が決定され1989年から更新が始められた砂漠の盾作戦中 UH-60 により ヘリボーン展開される M102 榴弾砲、M102 榴弾砲は、米陸軍の第一戦部隊からはほぼ姿を消し、各州の陸軍周兵に移管されたが、2001年からのアフガニスタンへの出兵と2003年からのイラク戦争においては、多くの周兵部隊がアフガニスタンやイラクに派遣されるようになった。このため、装備の更新が遅れていた周兵部隊の中には、 派遣先に M102 榴弾砲を持ち込んだ事例もある。一例として、アーカンソー陸軍周兵の第39不評旅団戦闘団が2004年にイラクのキャンプタジに派遣された際、同旅団所属の第1206野戦砲兵大隊が17門の M102 榴弾砲をイラクに持ち込んだ。しかし、近年では陸軍周兵においても M119 榴弾砲への 更新が進められており、上記の第1206野戦砲兵大隊も2010年には M119 榴弾砲を受領し、習熟訓練を行っている。アメリカ空軍においては AC-130 ガンシップの火力強化のため AC-130E から機体貨物室左側の後部ランプ付近に一門搭載されるようになった。 AC-130U の近代化回収計画の際にご葬式の 120mm 迫撃砲に乾燥する案が出されていたが、回収計画自体がキャンセルされたため、当面は運用が続行されるものと推定される。初元作動機構性能砲弾、創薬。ありがとうございます。